道路を横断中に車にはねられる事故に遭ったザ・ドリフターズのメンバー、仲本工事さんが19日の午後10時22分、急性肩膜下血腫のため亡くなりました。81歳でした。仲本さんは18日午前、神奈川県横浜市の交差点で車にはねられ、頭などを強く打ち重傷。その後病院に搬送され手術が行われましたが、急性肩膜下血腫のため息を引き取りました。仲本さんはザ・ドリフターズのメンバーとして長年活躍、学生時代、体操選手として活躍した身体能力を活かした芸は、幅広い世代に親しまれ、人気バラエティ番組、8時だよ、全員集合、では、体操のお兄さん、が名物キャラクターになりました。仲本工事、仲本、工事、本名仲本京喜、1941年、明一六、7月5日、東京都生まれ、学習院大卒、64年、ザ・ドリフターズ結成に参加し、ギターとボーカルを担当、同年日本テレビ系、ホイホイ、ミュージック、スクール、でテレビデビュー、68年シングル、いい湯だな、発売、69年開始、8時だよ、全員集合、で人気に、CM での、コマ送りもできますよ、などギャグも多数、志村けんさんとの、じゃんけん決闘、も名物だった、遠山の金さんに、水戸黄門、など、テレビドラマにも多数出演、私生活では、82年に当時の妻を亡くし、91年に再婚し一男二女を設けるも、4年に離婚、12年に十無多、当時三代順家、と27歳差婚をして話題になった、ネットの声、とても驚きました、ご冥福をお祈りします。初期報道では重傷とのことだったので命は大丈夫と思っていただけにとても悲しいです。亡くなった方を悪く言うわけではないですが、この場所をよく知ってるのですが、交通量の多い場所で歩行者横断禁止の場所です。お年寄りの方の無謀な横断をここに限らずよく見かけますが、本当にやめていただきたい。悲しむ家族がいることを忘れないでほしいです。今日の昼間この可能性を考えてしまったのですが、まさかその日のうちに現実になってしまうとまでは思っていませんでした。年齢的にも伝え聞こえる事故の内容的にも厳しそうだとは思っていましたが、仲本さんの行動に非があったような情報もありましたが、それでもせめて安らかに眠りにつかれることを祈りたいと思います。これで存命のドリフターズメンバーは2人だけ、なんとも寂しく思います。心よりご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価。チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。